Sega. Sega. Tetris. Tetris. Puyo Puyo Tetris. Puyo Puyo Tetris. はい、どうも、こんにちは、かずみやです。今日はですね、こちら、2018年の2月28日に Steam 版から配信されました、Puyo Puyo Tetris の PC 版、こちらをやっていこうかなと思います。まあね、やっていこうかなと思いますというか、まあ、すでに今、プレイはしているんですけども、まあ、何が違うかというとね、まずね、このね、ボイスと、まあ、その、文字がね、英語だっていうのと、まあ、その、やっぱりパソコン版だっていうのもあって、細かいところとか、やっぱり操作性だとか、まあ、ちょいちょいね、違うんだよね。まあ、今ね、やっぱり、ぷよぷよテトリスは、その、Wii U 版だとか、PSO 版、スイッチ版、まあ、いろいろやってるけど、まあ、その、全中、ちょっとずつ違うんでね、あの、細かいところが。なので、今回は、パソコン版をやっていこうかなと思います。てか、まあ、まあ、さっきも言ったけど、まあ、やっていこうというか、すでにプレイをしているので、そのプレイを解説していこうかなと思います。では、見ていきましょうかね。この雲は、開幕 DK4 じゃないかな。ちなみに、今回は自分右側です。右側です。で、左側が、アジャンバーという方ですね。はい。さあ、しかし、ちょっとミスったか、DT4 打とうとして、DT4 打てずに、ちょっと妥協気味に掘りに行ってしまう。しかし、下のはいいぞ。下のはいいんで、なんとかなりそう。J ミの、I ミの、I ミの、S ミの、T ミの、L ミの、J ミの、Z ミにまでか。の、ホリレンのルートで、結構強い。相手に、まあ、かなり穴場を遅れたので、これは、だいぶいいです。しかも3ライン消しで妥協させる形でテトリスボリにさせていない。しっかりキースインシングル搭載外してからテトリスを送って、さあエスミノの置きミスか。エスミノをもう1個右にアジャンバー置こうとしたけど、1個左に置いてしまって、もう無理だと諦めましたね。まあ、こちらは引き続き、まあ、軽く遅れる体勢だったので、まあ、おそらく押し切れていたと思います。さあ DT4 だが再び、キーミノの置きミス、君の動きミスして、ちょっと近くなってしまうが、直列がうまい。しかし、相手、連積み込んでる。置きミス見た連ですかね。しかし、これどうだ？さあ、さって行く。これは連組んだまでの判断は良かったけど、こちらの直列がうまくて、3連発攻撃で刺さったといった感じです。まあ、直列が来たのも運も良かったけど、まあ、しっかりその、まとめちの3連発攻撃で、火力を食ったから、まあ、刺さったという。条件もあるので、まあ判断的にも良かったですね。運が良かったっていうのもあるけど、判断も悪くなかった。さあ、これはティーミノから行くか。ティーミノから行って、ホリレンのルート、エルミノ、ジェミノまで。それに対して相手もアイミノまで掘れて、その後直列までたどり着いているので、問題なく掘れそうですね。さあ、ティーミノの置きミスを、J スピンで、なんとかリカバリーしたが、そのテトリスの即座の攻撃が、こちらの3ライン消しかな、エルミノの3ライン消しを間に合わせずに刺さっていく。攻撃を送ってくるの早いですね。しっかりその、まあ、最速で、その、刺さるような場面ではもう即座に送って、しっかり刺しに行くと。さあ、相手テトリスから1回削ってティスピンダブル。さあ、俺はいい。おっと、しかし、これは、ジェイミノをそこに埋めてしまうと、屋根がつけられないんで刺さってしまいましたね。これはちょっとボンミスですね。さすがに、良くない。これは良くない。インペリー、おそらく、オウミの置こうとしたところに間違えてジェイミノ置いちゃったのかな。ちょっと勘違いですね、ただの。まあ、俺レベルでもやっぱりああいうことはあるんで、しっかり、まあ、ネクスト見ようというか、自陣把握力を完璧にしとかないとダメですね。稀にあるんだよな、ああいうのな、本当に。ああいうのは良くないですね。攻めてしたい2回連続で、3ライン消し攻撃を送って、チェストリース T スピンダブルからおっと諦めていく。まあ、こちらは J ミノで先読みして T スピンダブルからさらに即座に T スピンダブルを送れるところに、Z ミノの置きミスしてたかな。まあ、こちらが即座に T スピンを送れるのを見て、なおかつそこにまあ Z ミノの置きミスしちゃったんで、まあ、これは無理だろうと諦めた感じですかね。まあ、結果的に見ても、俺がまあミスらない限りは今のはまあ差し切れていたと思うんで。まあ、
しょうがないといった感じでしょうか。もう一つ見ていきましょう。やっぱりその英語版のボイスは今までと全然違うと思うんで、結構違和感があるというか、あの不思議ですよね、なんか。What happened?さあ、TSD、TSD で、相手も、テトリスからティスピンダブル、しっかり、T 味の、っていうか、下の、あんまり埋めないような置き方をしてますね。さあ、TSD で火力高め、こちらはしっかり、まあ、装備されてましたね。しかし、これ、アイミのトイズ大丈夫か?アイミのトイ、テトリス2連発、受けたが、なんとかなるか?テトリス総裁外されて、ティスピンダブル怒られて、相手の穴が凄まじくいい。これは厳しいか。Z ミノ、J ミノ、アイミノ、アイミノまで繋ぎられて。しかし、なんとか S ミノで先読みしてタイに行く。その先読みでタイに行ったのはいいですね。相手の穴が、まあ、凄まじかったんで、刺されるかなと思ったけど、なんとかなる。蜂に刺されるかと思ったけど、なんとかなりましたね。さあ、ホリレンのルートで、J ミノ。なんとか相手が置きミスしてるんで耐えられそうではあるが、ここでこちらもオミノの置きミスしてしまう。それはどうだ?アイミノまでのホリレンノルトで、相手チームのエルミノまで繋いでくるか。これはいい判断ですね。あ、こちらが、まあ、地形辛いのを見て、おそらく、レーンを繋ぎた判断でしょう。あ、地形が悪くなるんで、ああいうのを、まあ、躊躇しがちだし、しがちだけど、その、やはりね、その、なんつうんだろう。相手の、まあ、地形が辛ければ、もちろん繋いでいいんで、差し切れる場面になったら、どんどんね、相手に火力を送っていいわけですから。そういうところに、やっぱり凝視力が重要になっていくというわけですね。相手が、エルミノまでのホリレンかな、6連までのホリレン。しかしこちらもアイミノまでの5連強いぞ。さあ、すごいジョークでティースピンダブルからテトリスの構え、こちら総裁、おっと外れなかった。総裁外したいところだったけど、総裁外れなくてちょっとタイミングが噛み合わずに、TST だったかな、火力高かったですね。 TST が、刺さっていく。ちょっとその、総裁外すタイミングで外れなくて、そこでなんかちょっと、動揺というか、タイミングがずれたって感じでしたかね、今のは。なんか、結構そのテトリスってそういうのあるんですけど、リズムってあるんですよね。総裁が外せるか外せないかっていう、そのリズム、リズム感っていうのがあって、そういうのを狂わされると結構、タイミングがなんかごっちゃになったりするんで、そういうので火力を送られて刺さったといった感じです。まぁ、ちょっとなんか難しいけど、実はそういうのもありますね。さあ、TSD からホリレンのルートで、一応繋がれそう。ジェミノまで繋がる。しかし不利だぞ、これは。シングルナイズアタック !What happened? さあ、テトリスまでなんとか掘ってって、これでまぁ、なんとか掘り切れたといった感じですかね。TSD から、TSP ダブルなんとか間に合わせて、ダブルに来ましたね。シングルにしようかなと、迷っていたが、シングルにしても、後々の連が見えなかったので、ダブルにしていく。さあ、再び不利になってしまったが、ホリレンで、E ミノ、アイミノ、Z ミノ、なるほど、総ホリに行ったか。ああ、いいホリっすね。J ミノ、S ミノ、T ミノ、アイミノ、L ミノまでのホリレンのルートに対し、相手が STSD 組んでいたが、ちょっと間に合わなかったか。刺さっていきましたね。全部受けて STSD を打ち切れれば、まあ相当強かったけど、打ち切れずに刺さっていく。さあ、今回は ATT 砲。ATT 砲しっかり打ち切って、アメミア砲体制かな。アメミア砲を、それを全部相手受け切ってから、テトリス、T スピンダブル。しかし、こちら、これは有利ですね。現状では有利だが、まだ何とも言えない。アイミノの3ライン消しが間に合わなかったですね。まあ、ライン消去時間、結構長いゲームなので。T ミノの1ライン消しが致命傷になって、刺さっていきましたね、今のは。まあ、仮に3ライン消し撃たれたとしても、こちらは引き続き、まあ、ドネイトからテトリスとか、いろいろ撃てそうな形だったので、まあ、おそらく差し切れていたでしょうといったところですかね。さあ、インペリで、開幕 TSD からインペリだが、ちょっとこれ地形悪いぞ。アイミノで、T スピンシングルでやはり妥協しましたね。若干地形が悪かったんで、TSS で妥協して、受けてからティスピンダブル。しかし、これは相手の地形がいい。直列も行っているので。積み込みながらの、しかし、おっと、ティームミスってしまう。が、なんとか、Z ミノの回転が入るんで、Z ミノ回転入れから相手掘りで、うまいっすね、これね。しっかり回転入れから、掘り入れのルートで、アイミノまで。こちらも総裁外して、直列がうまいところ。
エルミノ、エスミノ、アイミノ、ティーミノまでかな。ティーミノまで。しかし、こちら穴強いぞ。ポリで、アイミノ、エルミノ、エスミノ、じゃない、エルミノ、ティーミノ、エスミノまでか。のホリレンのルートが、繋がるんで、まあ、仮に刺さっていなかったとしても、相手が火力を持っていれば、霊を途切らせて、総裁外しからの火力に切り替える形で、まあ、地形が辛いと見れば、ホリレンを繋げて刺しに行くといった感じでしょうかね、今の立ち回り的には。大体その、相手が火力作ってる場合って、まあ、総裁外す、総裁外すじゃなくて、総裁外す構えで、なんだろう、まあ、堀に徹してる場合、ん?なんつうんだ。この、地形が下ってそうな場面だったら、堀連繋ぐ判断というのが基本的な立ち回りの一つですね。まあ、今のはまあ、こちらの穴が良かったですね、正直。正直なことを言うと、今の一戦に関してはこちらの穴が、良すぎて、まあ、有利になったって感じでしたけども、まあ、その穴をしっかり活かすというのも実力なんで。穴が良くてもやはり実力というか、活かせなきゃ意味ないんでね。そういうところも重要になってきますというところですね。はい、じゃあこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録の方と評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。